メディアコンポーーザのトランジションエフェクトについて説明をしていきますトトランンジションエフェクトを追加するにはプロジェクトウィンドウのエフェクトパレットを使用しますエフェクトパレットの左側にはエフェクトの種類の名前がリストされていますそれぞれの種類を選択するとその中身が右側に表示されますそれでは ディゾルブを追加してみたいいと思いますディゾルブはブはレンドのアイコンをタイムラインの追加したいカット点までドラッグして離しますこれでディゾルブが追加されます別のエフェクトに変更したいという場合は 新しいエフェクトを選択してすでに追加しているエフェクトのアイコンの上に重ねて離します。これでエフェクトが差し替わります。エフェクトの長さやかけるタイミングを変更する場合は「エフェクトモード」を使います。変更したいエフェクトの上に ポジションインジケーターを配置します画面の中央にあるエフェクトモードボタンをクリックしますこれでエフェクトモードに入りますエフェクトモードにはエフェクトエディターというウィンドウがありますこの中でエフェクトの長さやタイミングを調整します今回は長さを2秒にしてみます 2秒にに変更すするとタイイムラインのの表示も倍の長さになりますエフェクトモードでは画面の右にある「エフェクトプレビューモニター」を使ってエフェクトの追加されている部分をプレビューすることができます。 エフェクトのかけるタイミングを変更する場合はエフェクトエディターの中のトランジションエフェクト起点のメニューを使いますこの中でカット点までもしくはカット点からなどの変更ができます元のモードに戻るには ソーーースレコドドモードをククリックします追加したエフェクトを削除するには削除したいエフェクトの上にポジションインジケーターを配置してタイムラインの上にあるエフェクククト削除のボタンをクリックしますもう一つのトランジションエフェクト追加の方法はタイムラインの上にあるクイック・トランジションのボタンを使用します。 トランンジションエフェクトを追加したいカット点にポジションインジケーターを配置してクイックトランジションをクリックしますここではよく使うエフェクトがリストアップされてますのでその中から追加したいエフェクトを選択します追加するタイミングや長さなどを設定して追加のボタンをクリックします